はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、こちら、酎ハイでございます。焼酎ハイボール、ね、出ましたね。強烈リンゴサイダー割り、冬限定、最強の、炭酸、アルコール度数 7% の無果汁ですね。リンゴサイダー割りか。冬限定。原材料が焼酎とリンゴエキスと、糖類と酸味料と香料とカラメル色素。プリン体ゼロ、糖質ゼロ、甘味料ゼロ。ですね。まあ、うまいんじゃない？リンゴサイダーだから、まあ、なんだろうね。なんだっけ？なんかそういうお酒あるよ。あー、これアップルタイザーだっけ。そういうお酒ありますよ。リンゴ 100% の、リンゴ 100% の炭酸のお酒ね。アップルタイザーだっけ。カンピー。うわ、アップルタイザーと全然違う。甘くないですね。寒くなってきた。ちょっと。あ、全然ちゃうわ。甘いんかなーって思ったけど、全然甘くない。そっか、そういえば、前、サイダー割りと、あとラムネ割りの違いについて、言ったんだっけ？サイダー割りはね、全然甘くないんですよ。あー、こういう系か。まあでもこういうの好きな人、まあ甘くない、アップルのリンゴの香りのする炭酸みたいなもんですね。ただ俺はこれのラムネ割りの方が美味しい気がするな。好きだな。絶対。絶対美味しいと思う。ああ、夜中でさ、俺最近気になってるね、商品があって。ヒカキンさんもね、紹介したんですけど、激辛ペヤングのさらにもっともっと激辛っていうのが出たらしいんですよ。で、それが食いたくてね、たまらんのだよ。もうつい最近、昨日か一昨日ぐらいに出たらしい。激辛ペヤングを超える辛さらしいから、超辛いらしいから、うわーって。強烈ゆずサイダー割りは俺前飲んだ、ね。確かに。11月の14日、飲んでないわ。ごめん、嘘ついた。あれ？強烈ゆずサイダー割りが新登場だって。11月14日、全国で新発売。あれ？俺な、何飲んだんだっけ？あれ？あれ、前飲まなかった。あ、違うか。あ、違うわ。濃いめのサイダー割りだ。前飲んだの。濃いめのレモン割りと、あと、濃いめのレモンと、濃いめのサイダー割りか。あれ、強烈ゆずサイダー割りって俺昔飲まなかったこれ。強烈ゆずサイダー割り？あれ？前飲まなかったっけ？気のせいか。あれ？去年もう飲んでるんじゃない？これ去年出たやつだろ、もしかして。あ、もう去年出てるわ。
去年の今頃出てる強烈ゆずサイダー割り。なんかね、種類飲みすぎてね、何を飲んでないのかね、あの、わけわからなくなってきてるっていう、自分がいるよね。しかもさ、なんか似たようなの多いじゃん。ね、強烈。ね、強烈、最近なんか強烈、強烈言うてる。炭酸は、まあ、まあ強いは強いけど、まあでも、強烈って言うほどかな。ね、ゆずサイダー割りとかさ。もう、もういいよ。あ、でも、最近出たのはあれ美味しかったっすよ。すよねって、いうか。美味しかったな。あの、濃いめのやつ、うん。濃いめのやつな。濃いめのレモン割り？レモン割りじゃねえや、レモン。うん、濃いめレモンはうまかったな。マジで。これがセブン&アイグループ限定っていうのがね、またね、あれだよ。数年販売してくれって、どこらでもスーパーとかでも売ってくれればいいんだけど。何なんだろうな。これ絶対売れると思うんだけど。まあ、濃いめのサイダー割りは別にいらねえから。濃いめのレモンはね、すっげえうまかった。ゲームある。あの最近あの焼酎ハイボールのドライってあるじゃないですか。あれ今まあ俺が何度も言ってるけど、あのまずくなったって話したでしょ。でね。自作するのに、あれがいいんじゃないかって。自作をね、焼酎ハイボール、ドライを、自作するのに当たって、何がいいかって、まあ考えたわけですけど。まあ一番近いの、まあ一番近いっていうかね、宝焼酎のゴールデンってやつと、レジェンドで、どっちが合うかなって、どっちも合うんですよね、確かに。どっちもね、似たようなもんなんだ。うん。どっちもうまいんだよ、本当に。レジェンドも、ゴールデンも。ただね、どっちかっていうと、ゴールデンはね、売ってない。うん。ほとんど売ってない。希少品だよね、これ。これもう最近見かけなくなったもん、ゴールデン。だって、レジェンドのパクリみたいなもんでしょ。あ、それのパクリなの。だから、なんか、あれだよ。で、最近レジェンドハイボールっての出たでしょ。樽熟成焼酎ハイボールレモンとかさ。レジェンドの。出たでしょ。だから、あれだよな。なんか肩身が狭いよね。まあ、どちらかって言ったらレジェンドの方が、あれなんですかね。美味しいかな。あれなんだこれ。
え、なにこれ、宝焼酎、宝リッチだって。これ知らない。あ、飲食店サバルート限定商品だって。あ、またこれか。またそういう系か。なんだこれ。樽熟成酒 9% 使用。レモン系の香り成分を含むハープで、原材料の一部に使用。当社独自の連続式蒸留ブレンド技術を用いた製法により、芳醇タイプサワーベースにぴったりな味だ。これレモンサワー用の焼酎って出てる？宝焼酎のレモンサワーって。結構あるんだよな。この宝酒造の焼酎。あの飲食店様限定ってやつ。やっぱそれだけ、個人的には、消費者としては、なんていうかな。いや、宝酒造を応援してる身としては、非常に嬉しいね。飲食店様ルート限定商品っていうのは、つまり、居酒屋とかでよく飲まれてるってことなんですよ。宝焼酎は。それでいて、なんていうかな、宝酒造自体が、もう、居酒屋を応援してるみたいなもんだよね。だから、居酒屋でしか飲めない焼酎があるっていう。ことで、その居酒屋へのね、その、集客も兼ねてるっていう。足を運んでもらうっていう、その、居酒屋の、市場拡大？繁盛を狙ってるっていうのもなかなか好感度高いです。めっちゃあるんだよ、本当に。宝焼酎のレジェンドの、レジェンドプレミアムっていう業務用限定のやつ、これもあるね。27の。業務用限定のもあるし、さっき言ったレモンサワー用焼酎、と、タカラリッチってやつね。まあ、俺もね、最近ね、居酒屋というよりはですね、居酒屋ではないんだけど、居酒屋ってさ、嫌なのがさ、俺最近すっげえ足が痛くて、医者通ってんだけど、立つのが辛いのよ。で、居酒屋って大体一人で行くと、相席になるじゃん。相席じゃねえや。立ち飲みとかさ、になるでしょ。だから嫌なんだ。だからそういうところはもう極力行かないようにして。まあカウンターとかがあればいいんだけど、大体カウンター全部埋まってんだよ。で、最近よく、好きなのが、最近、2000円ぐらい飲んできたのが、ラーメン屋？ラーメン屋なんだけど。あ、以前動画上げた。まあ、以前っていうか、今ぐらいの時に動画上げてるんだけど。日高屋っていう、まあ、いわゆる中華料理屋なんだけど。まあ、あそこ屋も飲めるし、あそこすっげえ安いんだよね。マジで。アホみたいに安いんだけど。うん、それもお気に入りなんだけど。
もう一つお気に入りなのがラーメン屋のあれはどさんこラーメンっていうラーメン屋があるんですけど、あそこがねうまいんだ。レモンサワーとかあうまいんだ。あれがまたマジで、マジでうまいんだ。まあでも居酒屋もね、いいんだけどさ、俺一人で行く、まあね、でも大体みんなさ、二人以上で行くんだよね。でさ、その中で俺一人で行くとさ、なんかな、一人で、まあでも、まあいいんだけどさ、でも居酒屋もなんだかんだでね、なんか、やっぱ高いんだよ。居酒屋は高いんですよ。だから、大衆、違う、日高屋とかの、ああいうさ、ああいうとこで飲むとか。あ、もしくはもう一人飲み、ここで飲むとか。まあ、ちょっと高いよね。だいたい、一回行ったら2000円以上使うもんね、俺ね。日高屋はすっげえ安いから、結構飲んでも1500円とかなんだけど、まあ大体居酒屋っていう居酒屋行けばもう確実に2000円は飛ぶやん。下手したら4000円ぐらい飛ぶからこれ。下手したら4000円ぐらい飛ぶから。ああ、でも腹減ってきたな、マジで。あのね、冒頭に言った、ペヤング激辛。まあ、昔からペヤング激辛って言ってるじゃん。あれはね、ほんと、たまにね、ほんとに食いたくなるんだよな、ああいうの。辛いの。で、さらに辛いのが出たっていうから、もう。特にさ、この夜、今1時20分なんだけど、この夜にね、飲みたくなるんだよな。飲みたくなるんだよね。食いたくなるんだよな。特に、カップラーメンとか、カップラーメンとかそういう系のやつ。カップヌードルとかカップラーメンとか。っていうのもなんでかっていうと、俺大体、ちなみに今日1時半に、1時半ぐらいに起きたんだよ。昼。昼の1時半に起きた。だからなんだろう。もう朝飯が昼飯になってるんだよね。で、昼飯が夜飯になるでしょ。で、結果として、
伸びてくのよ、こう。で、深夜に、朝飯を食うみたいな。意味不明な感じ。そんな感じ。あ、もうないわ。いや、ソーセージうめえな。ソーセージうめえな。ソーセージうまかったな。腹減ってんだよ。コクはない。コクはないな。ほぼ間違いなくないな。甘みも、まあ、ない。ほぼない。香りはまあ、普通ぐらいか。うん、これはあんまり、そんなに勧められねえとは思うけど、まあ、別に満足はないから、普通ぐらいでいいだろう。1、2、3、3です。ご視聴ありがとうございました。